統合幕僚長の東米時の会談記録について、防衛省において、同一のものの存在は確認できなかったという報告がありました、同時に、この会談記録そのものは存在するということも認められました、一方、新聞などでは、政府防衛省幹部のコメントとしてですね、一時一句同じものは存在しないとか、共産党が示した資料には、 誤字がが含ままれれてていたなどの報道がされておりますそこで防衛大臣をお聞きいたしますけれども、我が党が示した資料と防衛省に存在する会談記録のどこがどう違うのか、お示しいただきたいと厚生局長。防衛大臣、大臣、局長は昨日聞いてんだから、委員で、大臣だ昨日もお答えを申し上げましたけれども、えー、防衛省の中に。 防衛省におきましてございます、河野当幕長の昨年12月におきます訪米の記録でございますが、えー、この記録とお示しをいただきました資料とは同一のものではなかったということでございます、他方、あの河野当幕長の訪米記録、これはあの米軍側との、米軍あるいはその米国防省の高官との間の会談記録でございますので、 これはもともとあの会談の内容を公表しない前提でお互いに話をしたというものの記録でございます。従いまして、これにつきまして、どこがどういうふうに細部が違うのかということを一つ一つ細かに明らかにすることは、我々が公表を前提とせずに、先方と行ってきた会談の内容を明らかにするということにつながりますので、これは公表できないというのが我々の考え方でございます。 現に我々は明らかにしたわけであります、今、同一のものはないと言いながら、どこが違うかは明らかにできないと、ほぼ同内容がです、ね、あるということを事実上認めていらっしゃるわけですね、問題はこの当幕長の発言であります、会談記録を見れば、いくつもの重大な発言をしているわけでありますから、えーえー、資料がないから出せないとおっしゃるんであれば、これは本人に聞く以外にありません。 まあこの間、国会招致を求めて、理事会協議もしていただいておりますけれども、改めてこのことが必要だということを強調しておきたいと思います。ここその上で,で、この訪米記録は、安保法制について問われて、夏までの成立に言及をしております。先日、小池議員が明らかにした倒幕資料は、さらにえこの会談後に作られたものでありますが、踏み込んで、戦争法案の8月の成立、来年2月の成功を前提にして、 12月から第9次の南スーダン pko を派遣し2月からは新法制による新たな任務を付与するとしております極めて重大な中身であります防衛省はです、ね、防衛大臣はこれについて